おめでとうございます。まずは終わった後チームの雰囲気いかがでしたか、ロッカールームなどで。あ、もうすごいみんな明るくて、まあ、嬉しさがこみ上げてきて、まあ、自分もそうですけど、すごいいい雰囲気だなと思います。今日どんな思いで試合に臨まれましたか。自分たちが勝てば無条件でプレーオフに行けるって分かっていたんで、まあ、この試合勝つっていう気持ちで臨みました。最初試合の入りは少し苦しい時間帯もありました、まあ、ピッチではどんなことが起こっていましたか。やっぱ相手はスペースを作る動きがうまくて、まあ、数的優位を作られて、まあ、押し込まれる時間帯が多かったんですけど、まあ、そこは試合入る前から分かっていたことなので、まあ、前半は特に耐える時間が長かったですけど、チームとしてはそんなに焦るというか、まあ、予定通りというか、まあ、ここゼロでしのげばチャンスはあるなと思ってました。そんな中で本当に大きな先制ゴールでした。あのゴールシーン振り返ってもらえますか。僕のところにボールが来て、まあ、よかったですけど、キッカーがすごいいいボールを上げてくれたんで感謝してます。すごく嬉しそうでしたよね。ゴールとかあんま取らないんでどう喜んでいいか分からなかったです、ね。まあ、最後追加点が取れたということなんですが、まあ、本当苦しい試合にはなりましたね。そうですね、後半も相手にボール持たれている時間が多かったので、まあ、結果的にセットプレー2本で、まあ、試合が決まって、まあ、自分たちはすごいラッキーだったなと思います。改めてプレーオフ進出が決まりました。このことについてはいかがでしょうか。チームとしてもまだ行ったことのないことなので、まあ、どうなるか分からないですけど、まあ、プレーオフに行ったからには、まあ、一発勝負なので、まあ、自分たちにもすごいチャンスはあるかなと思います。そして今季のヴェルディの強さ、まあ、どんな要因があると思われますか。まず全員でディフェンスになったらその意識が強く、まあ、フォワードも全力でボールを追ってくれますし、まあ、ゴール前になったらディフェンスの選手みんな体張って、まあ、キーパーも含めてですけど、まあ、そういう一体感というのが今年は生まれてきて、まあ、フォワードの選手もここっていう時に点を取ってくれるので、まあ、後ろは守りがいがあるって感じですかね。最後に J1 への思いを聞かせてください。そうですね、自分たちはもともと J1 にいたチームなので、まあ、またこうしてこういう戻れるチャンスをいただいたので、まあ、その幸せを感じながら来週からまたプレーしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。